はい、皆さんこんにちは、ピストでございます。午後大将軍で戦う三国志初代ですね、45回目やっていきましょう。孫権さんに行こうか。これをわざと空にしてね。で、じわじわ行くしかないんだけどね。で、節操さん、それが節操さん、帝王さん、帝王さん賢いんよね。吉田さんも賢いやろ。主観さんがあれね。両党さん、総人さんがあれか。長州さんがあれね。はい。
まあね、シェシェ、しょうないね。で、取り返さないとね。あ、いたいたいた。はい。で、ね、ポケソン詰めましょうか。ああ、少ない。しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。お、いんのか、誰か。いないや。誰をか、リュウハさんか、いや、あー、リュウエンさんでもいいんだ。リュウハさんか、リュウエンさん。カリスマ高いのはリュウエンさんか。
か。ごめんなさい。人口が多いんで、ごはんさんとビクソンさんとシュウタイさんだけ移動しようか。せめてね、空のところにひっくり返したら思ってたんですけど、思ってた以上に兵が多かったんでね、ちょっと断念しちゃいましたけど。これで97、96か。
さあ、どうしようかな。もうこれで100超えるよな。ではね、ごめんなさい。ここでちょっと終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。